それ初耳なのだよ。実はそうなんだ。誕生日にとんだサプライズね。おじさんさんも大胆というかなんというか。それで3泊ってどこへ行ったの？別府。ああ、別府に3泊。お姉ちゃん、大人。付き合って1週間で行くか普通。堅物だと思ってたお姉ちゃんがね。だって誕生日だったし。でも学生時代はお姉ちゃんまだ私たちと自宅暮らしだったのに。私全然気づいてない。私も気づかなかった。まあ合宿とかなんとか言って切り抜けた記憶があります。おい天国の藤沢さん、聞こえる？おい藤沢さん、あなたはなんてラッキーな。というかバカカーンとは。お姉ちゃんが OK したからよかったものの、普通はそこで変態扱いなのだよ。10年前の今頃は二人きりなのね。幸せだった？うん。そんな過去なら取り戻したくもなるわね。やっぱりマスターは10年前の藤沢くんが夢の中で私と会っていたことを知っていたんですね。はい、存じておりました。10年前に藤沢さんがおっしゃっていましたから。藤沢くん、ここの常連だったんですか？常連というか何と言いますか。今日が10月16日だから、私が藤沢くんと夢のデートを始めてから約2週間。マスターったらずっと黙ってるんだから。もうどうして教えてくれなかったんですか？その方が良かったですか？改めてそう問われると実はよくわかんない。正直申しますとね、私も内心びっくり仰天だったわけでして。10年前の藤沢さんの予告通りに、あの日あなたがいらっしゃったでしょ。それだけでも腰を抜かしそうな気持ちになっていたのに、さらにあなたは常連の白蓮さんにそっくりの方で、さらにさらにナタリアさんも白蓮さんにそっくりで、私あの日は頭がクラクラしっぱなしで、立っているのもやっとの状態だったんです。全然そんな風には見えなかったですよ。クールにポーカーフェイスでカクテルをお作りするので精一杯でしたよ。もういつもダンディーなんだから。恐縮です。でもあの日は私本当に頑張りました。でもどうしてだろう。これって魔術か何か？マスターって魔法使いですか？まさか。私にもわかりません。ですよね。不思議。カクテルタイムトラベルか。10年前の10月3日のことでした。藤沢さんがコンパか何かでベロベロに酔った日がありましてね。その日のことは私も少し聞いてます。藤沢さん、あの日フラフラの状態でここにやってきて、今ベロニカさんが座っているその席に座ったんです。私はそんな藤沢さんを初めて見たので、もう早く部屋に戻ってお休みくださいって言ったんですよ。すると藤沢さんは、じゃあ私が即興で美味しいカクテルを作ったらそうする、そう言ったので仕方なく作ったんです。即興でカクテルを。それがタイムトラベルですね。はい。じゃあタイムトラベルは本当にその時マスターが即興で作ったオリジナルなんですね。はい。実はこのカクテルに入れるリキュールは、あの時ベロベロに酔っていた藤沢さんが適当に指定したリキュールを使ったんです。マスター、あれとあれとそれからあれを使って適当に混ぜたらきっと美味しいカクテルができるからさって藤沢さんが言って、わあ天才かも。それぞれのリキュールをどのくらい使うかは私がその場で決めたんですけどね。それで藤沢さんはそのカクテルをお飲みになり、お休みになられたんですよ。すると翌日、私にあなたとの夢のデートの話を楽しそうにされましてね。それで縁起がいいから同じカクテルを飲みたいと言って、すると次の日にまたあなたとの夢のデートが叶ったって。それで私密かに、ひょっとしたらこのカクテルには何か夢との関係があるんじゃないかと思うようになりまして、なんともはや不思議なものです。しばらくして藤沢さんもカクテルと夢のつながりに確信を持ったみたいですが。あ、それ多分
この前の私との会話がきっかけですよ。そうでしたか。ねえマスター、私気づいちゃったんですけど。はい、何でしょう。私がタイムトラベルして10年前の藤沢くんに会うでしょ。そして私がこっちの世界、つまり藤沢くんから見て未来で起こったことを藤沢くんに話すじゃないですか。そんでもって藤沢くんが10年前のマスターにそのことを話していたら、マスターは藤沢くんを通して未来のことを聞いてることになる。だからマスター預言者と同じですね。そういうことになりますね。あなたがここを訪ねてくることを知っていたようにね。ですよね。マスター最強じゃないですか。あれ？ん？え？待って。ということは、これから先私が経験することも、私があっちへ行って藤沢くんに話すでしょ？すると、そのことをマスターは藤沢くんから聞くわけだから、マスター本当の預言者じゃないですか。藤沢さんがお亡くなりになる前にあなたから聞いたことについては、はい、藤沢さんから伺って存じておりますよ。おお、そうか、そうだったんだ。ねえ、マスターが藤沢くんと最後に会ったのはいつなんですか？10月25日の夕方です。藤沢くん、カクテルをもらいに来たんですね。ええ、まあ。え、どうしたんですかマスター？いえ、何でもありませんよ。どうぞ。ありがとう。あ、ちょっと待って、今日は2杯作りましたから、こっちもどうぞお持ちください。2杯？はい、念のためです。念のため？1杯は今夜の分、もう1杯は念のためですね。何かあるんですかこれから？ねえベロニカさん。はい。藤沢さんの運命は変えられません。悲しいことですが。わかっています、大丈夫。辛いですね、運命を受け入れるのは。本当に辛い。わかっています。いいですか、どんなことがあっても藤沢さんが帰省先で亡くなることを絶対本人に言ってはなりません。わかっています。いや、たとえあなたがそうしようとしてもきっとできないのですが。え？運命ですからね。はい、10月25日、それが最後の日です。わかっています。あなたにその覚悟ができていらっしゃるのでしたら、こちらへ。あ、藤沢くんの部屋だ。お分かり？